次はこれを銅に収して三角を作りました。手先を返して、ではこの今名古屋帯より長いです、垂れ先長いです、垂れ先をこの垂れの線がちょっと見えにくいですけど、垂れの線がある帯はここをめがけて、線がない帯はだいたい人差し指の長さぐらいに線と思って、これの少し上ぐらいに、ここの上ぐらいに当てます。そしてこれをここに、この中のこの帯の下線あたり両方、これを右と左左右きちんと重なってるかを確認して前で結びます。そしたらあとはこう持ってくるだけなんですけど、枕は帯揚げをかけておきます。真ん中見えないのでゴムとかちょっとゆったりとしたゴムをかけておきます。この山を上の方ですね、ここをお尻あたりに持ってきておいて枕をかけます、かけます。三角のとこに枕の下がちょうど乗っかるようなイメージでしっかり背中にくっつけます。そしたらこれをぐっと前にやって結びます。そしたら1本目の紐は取ります。枕の帯揚げの紐はとりあえず針に結んでおきます。このここに入れます、内側に。ここで帯の下線あたりで、さっき作ったこの垂れと手で左右が合ってるかを確認します。で決まったら真ん中にちょうどなってるなと思ったら、これを残りを折り上げます。ここに左右ですね。でこの垂れが人差し指の長さぐらい、このぐらいあるかなっていうのを確認して前で結びます。そしたら今もう結んだもの以外の紐は取ります。でクリップで留めていたこの手先をここに今紐をしたところに入れます。この紐も名古屋帯と一緒ですね。で垂れを作るっていうところだけ違うので、で本扇の場合は名古屋よりもこの手先今入れた部分がちょっと少し2センチぐらい左右同じぐらいですね、出てた方がかっこいいです。この角が少し出てる方がいいです。でできました。そしたら帯揚げをします。帯締めもします。帯締めは今入れたところの上から、帯締めの付け方はありますので持ち上げてくださいね。横にしてこの紐は取ります。で帯揚げもしっかりここから最後にちょっとお箸だとか少しこう綺麗にして、ちょっと長さが少し入れた方がいいかなっていうのを確認して、はい、出来上がりです。